ポールポジションの八田、そしてセカンドスタートの西野、後ろの人にも含めてお互いの手の内をよく分かっているドライバー同士、どんなバトルを繰り広げてくれるんでしょうか。最終コーナーから立ち上がってまいります。スタートは決まりました。スタート、さあ八田加速していきます。ハールショットは八田、そして2番手には船橋ひろのりがつけましたね。やっぱりポールと3番手スタート強いですね、この5点差。さあ西野はどこで踏ん張っているかといったところで、さあ4コーナーへと向かってきます。大きな混乱はありません。まずは張った2番手には船橋、そして3番手に西野がつけて4番手に慶太子、5番手には赤城となっています。6番手には勝谷がポジションを上げたかなというところですね。で7番手ぐらいまでが一段となってオープニングラップを返してまいります。あ、その前に朝霞がいますね。朝霞がいて勝谷という状況で、ここまでが上位の7位まで。8番手に柏木、ポジションを落としてしまったのは5番手スタートの田中、9番手までドロップをしています。トップ集団はまず7台、そして少し離れまして8番手争いが5台というところですが、今その5台の中がね、3コーナーのところでちょっとあった。8番手争いから脱落をしてしまいますのは、いや、しかし戻ってこないですね、戻ってこないですね。あー、カーナンバー31番です、柏木英二。さあ、柏木と、そしてもう1台が、まあ、赤っぽいカードが当たったんですけれども、柏木の方がね、明らか音量が大きくなってしまいました。これはレースから離脱ということになります。さあ、トップは八田です。その後ろ2番手争いが6台ということになりまして、先ほどトップ争い7台だったのが、トップとセカンドがちょっと離れましたね。これ2番手争いをしてしまったんですかね。あー、これで2番手変わってます。あー、西野と船橋、ここはバトルをして、で慶太子、赤澤、勝谷、浅香で、8番手なんですけれども、こちらの方が、橋田に変わっております。あー、そして残念ながら、1台リタイアとなってしまいました。柏木英二、車検場へと戻ってきます。さあ、先ほどこの8番手争いで当たってしまった方のね、というかこう接触をした相手のドライバー、結局大丈夫だったんですか ね一瞬分かんないでしょう。でも田中に見えたんですけども、今も走り続けております。さあ、本来であればトップ集団の中にいるはずだった田中はスタートダッシュからちょっとドロップをしてしまいまして、その後も集団で接触などもあったのではみたいな感じになってますね。やっぱりレースに勝つコツというのは、こう接触があるような大集団の中にはいかないことと、そんなところにいるお前が悪いみたいなね、よく言われ方をしますけれども、よく言ったものだなというふうに思いますよね。あー、そしてカーナンバー13番の田中に対しては警告旗が出されます。警告旗が出されます。さあ、周回数はと言いますと、帰ってくると5周終了ということで、レースはおおよそ3分の1、ここから中盤ということになりますね。さあ、面白いのはトップの八田が捕まっていることです。2番手のドライバーと全く同タイムだ。八田と西の1000分の1秒まで同タイム。トップ中のタイムギャップはコンマ5秒空いていて、スリップに入れているという感じではないんですけれども、互角の、まさに互角の速さを見せています。さあ、トップのハットはこのまま逃げていくことができるんでしょうか。ツイッター情報によると、タイトラかなんかの時か、公式練習の時にやらかしたっていうハットなんですけどね。それでもその後トップをキープして素晴らしい走りを見せてくれております。これで6周終了となります。さあ、ここでお呼び出しいたします。 SS125 クラス、カーナンバー18番の五十嵐文太郎選手、カーナンバー30番の加納義正選手。五十嵐文太郎選手と加納義正選手はタワー2階までお越しください。さあ、4コーナーのところです。トップ
手の八田と2番手西野との間はじわっと縮まっています。西野の後ろには船橋博則と警察もついておりまして、ここはね絶対無駄なバトルしないです。西野についていってとりあえず八田さんを捕まえよう大作戦になってるはずなんで、それでは西野が早さしたいという感じになってますよね。7周終了、8周目に入っています。さあ八田は42秒3、西野は42秒2、タイムキャップはコンマ397、明らか近づいてきました、近づいてきました。八田スタート直後からね、後ろがちょっとまあまあ形成し合ったっていうのもあるけれども、あれだけ逃げられたっていうのはひょっとしたら前半寄りのセットにしていたかもしれず、そうなるとここからがね苦しくなってきますから、八田としては逃げたくても逃げられない。後ろのドライバーの方が後半調子を上げてくるところにどう最後耐えられるかというような展開になるのかもしれません。さあ最終コーナー、八田の後ろから明らかに後ろが襲いかかってきます。船橋はちょっとそこから離れたか、ついていきたい、ついていきたい。ケイタコも同等です。さらにその後ろなんですけれども、5番手の赤田と6番手のカスヤ、ここがねついていってまして、その後7番手浅香は単独状態となりました。で8番手9番手なんですけれども、ここは港カートの橋場の後ろから田中がピタッとつけていて、そして10番手争いは井戸と山口と秋山の3台で繰り広げられています。さらに単独で阿部、そして単独で吉川となっております。最終コーナー、さあトップが入れ替わっていく。あっさり追いついたと思ったらあっという間に仕掛けていきました。西野が当たって、さらに船橋がこのインナーから立ち上がってきて、さあそして2コーナーへと向かっていく。2番手3番手4番手争いがどんどんトップの西野だけが抜け出して、2番手花橋の後ろから警告は4コーナーインナーのラインを取っている。なんとか発端を抑えたという感じ。さあ入れ替わっていきました。トップ争い9周目の最終コーナーで入れ替わりまして、現在10周目。さあオレンジボールフラッグですか、オレンジボールフラッグが用意されました。カーナンバー7番浅香由紀人です。浅香は今単独で走っていたはず、何かマシントラブルがあったということなんでしょうか。残念です。浅香は現在7番手だったんですけれども、これで一旦ピットインということになります。さあ先頭は西野、2番手船橋ピタッとつけて4コーナーへとアプローチをしていく。11周目ケイタコの後ろからは八田が近づいてきている。そして少し離れまして、今年がルーキーイヤーだという、でも素晴らしい速さですよね。カーナンバー9番赤田が現在5番手、そして6番手にカーナンバー4番の勝也ですが、この後ろもどうなっていくか。最終コーナー3番手4番手が変わっていく。カーナンバー12番、音楽関係者ながらこのレースの魅力を広めていこうという活動をしているケイタコが3番手に浮上しました。さあちなみにトップのカーナンバー14番 RL アスティックの西野東は JAL の機長、普段はお客様の安全なフライトに心を砕いている機長ですが、ステアリングを握った時は自分のためだけに走ります。さあそして5番手争い、5コーナーって、最後のインサイド、赤田のインサイドに勝也が入ります。入れ替わりました。5番手争いです。さあトップが西野、最終セクション、ちなみに JAL の機長ですので採用試験を受ける方ぜひどうぞって書いてありましたけれどもね、航空関係を目指す方は、西野さんに声をかけてみればと思いますが、今日他のクラスでもね JM のことなら任せてっていう人もいました。リコーナー、その機長カフツニーこと船橋いろどりが交わしたら、4コーナーではまた西野ブレーキングショーだ。後ろの消えたことを張ったがやれやれって思ってる。5コーナーインナー守ったのは西野、クロスラインで、これは船橋、これは船橋です。さあそしてここで警告機が22番の八田に対して出されます。3番手の八田に対して警告機が出されますが、八田見えた？絶対見てないな、今の絶対見えてないと思います。さあ3番手の八田、4番手警察官、残り周回数は3周となりました。16周の決勝です。さあ船橋博典、平井プロジェクト、ウィズアッシュ、この5点まではどちらかというとアウェイになる
そんなドライバーなんですけれども、それでもですね、この御殿場のライツシリーズ、それから、ヒール水の実のライツシリーズなどに出てきております村橋は、今シーズンは6月のレースで3位、その次の日のレースで2位と連続で表彰台を獲得しています。まだ勝ちはありません。ランキングトップの西野に対して、このまま前でフィニッシュできたら船橋にとっては最高の週末。さあしかし西野後ろでロックオンです。貴重なロックオンしております。そして3番手張った4番手切るところ、さあ4コーナーではどうだ、西野が入っていく、後ろから張ったが消えてくる。さあ船橋は最小限、最小限のインサイドに回った。しかし後ろからこれは張ったが、張ったが入ってくる。船橋3番手に並った4番手切るところ、テールテールアーズで8コーナーどうだ、ここは変わらない。さあいよいよファイナルラップ、西野が最終コーナーから立ち上がってきて、ちょっと有利な状況で最後1コーナーへと入っていきますが、張ったも伸びてますからね。さあどんな感じになるんでしょうか。船橋はちょっと前から離れた、切れた駒離れた。トップ争いは西野か張ったかという状況で4コーナーへと向かってくる。西野は特には守りません、守らない。ここで守ったらね、次クロス取れそうなんですが、張ったは守らなかったので、でも足も出ないという感じで5コーナーついていく。ただ立ち上がりがいい。そして西野はそれを読んで8コーナー守る。張ったはそれでクロス当たるラインに来る。どうだ、張った転倒。西野が立ち上がり若干失速したところに船橋飛び込んで、結果大学は張った、船橋、西野、切れとこ。そして5番手には最後に橋野が上がりました。5番手の最後は自分で拍手をしながら橋野、6番手田中はよくここまで戻してきました。7番手勝谷、赤澤8番手、9番手井戸、10番手秋山、11番手山